なんでこんな散らかってんだよ。おい、俺、掃除できねえのか、なんか来たし。よー、うなぎ、なんか来たぞ。掃除できない俺に、おいらがいいこと教えてやるぞ。お前リアクションってしてる？あ、俺ね、リアクションまだ使えなかったんですよね。なんか遊びに来た住人たちがみんなリアクションしてくれるんだけど、俺自身リアクション取ったことなかったから、ちょっとやりたいなと思ったんですよ。くれるのかな？リアクションを。何をくれるんだ？ ZR でできるらしくて。ありがとう。リアクションができるようになった。これ決まってるの？リアクション。あ、ハッピーや、パチパチ、あっ。あっ。これいいね。これ猫っぽい。すごい猫っぽい。あっ。瞳孔を見開いて猫っぽいですね。ありがとう。とりあえずね、これ自分で散らかしたの。これ。あのね、荷物が多くて、もう本当に散らかってて、今度どっかの生放送で一回掃除枠拾おうかなって、思います。いろんなの散らばってるから、紹介してあげようか。まずこれね、机。ちょっと待ってね。演者がカメラに背中を向けてしまいました。これ机でしょ？ただの。普通の机だよね、これ。あの、バーベキューとかで使うような。折りたたみの机ですね。で、これがバーベキューセット。あ、どうせならこっちに持ってってあげよう。バーベキューする机を近くに置いておけばバーベキュー感が増すでしょう。ここでね、バーベキューができればいいですね。まあ、どうせね、後で片付けるんですけどね。で、あの、最近、たぬき紹介を作りました。これ。やっと作れました。あのね、やる時間がね、深夜帯なんで、まあ、今日本当に、あの、休日だからかな。まあ、今何時？ 1 時38分にやれてて。で、まあ、おテント様とか、ちゃんとあるので、いつも夜で暗いのでね。今日みたいな日はいいですね。晴れてて。とても気分がいい。ただ、ちょっとね、掃除しないと本当に、もうぐちゃぐちゃだから、まあ、これがジムの、サンドバッグと、ベンチプレスと、マウンテンバイク、そして懸垂の棒と、あとこれは、よくわかんない。これあれか。ボクサーが使うやつか。これ4つ集めると多分、リングになるんじゃないかなって。もしかしたら俺のワールド、ジム系なワールドになってしまうかもしれない。剣闘士が集まるような、プロレスラーとか、K1 選手が集まるようなワールドになってしまうかもしれない。今のところ散らかってるだけなんですけど。で、これが、びっくり箱。かわいい。これもらいました。フラミンゴがあったり、まあ、ニンテンドースイッチが外に置いて、これ盗まれないよかな大丈夫かな。ああ、こう化石が余ったから、なんかつけたんですけど、違う化石なのかな両方。違う種類の化石だから、ここがね、間がないの。あばらのとこなくなっちゃったんだよね。奇跡の組み合わせをしてしまったかもしれない。あれ？ハリネズミ師匠いる。マメちゃんたちが無人島に引っ越すって聞いたときは心配したけど、想像してたよりええとこで安心したわ。そうなんです。本格的に暮らし始めてそこそこの日数が経ちましたが、まあ、一週間くらい経ったかな。今も毎日のように新しい発見があって、仕事で移住してきた僕たちもこの暮らしを待って、この人ってさ、女の人？うちっていう、なんか一年生うちだから女っぽくない？ごめんなさい、あんまり、あつ森というか動物の森自体をプレイしたことがなくて、ポケット Wi-Fi 動物の森だけ。ポケット Wi-Fi じゃない、ポケット動物の森。携帯のやつですね。携帯のやつしかやったことなくて、このハリネズミ師匠ね、よくわかんないんですよ。どっち？まあ、ついてれば男だな、ついてれば。そんな絹代さんが、絹代っていうかなんか女の子っぽいね。おばちゃんかな？絹代。ちょっと今、これ今私の偏見が入りました。絹代って名前でおばちゃんはちょっと偏見がありました。ごめんなさい。謝罪させていただきます。なるほどね。商品を仕入れたいんだね、たぬきち商店は。で、絹代さんは、もしかしてその道のプロで、で、手伝ってくれるんだ。ごめん、ちょっと舌噛んじゃったね、痛い。痛い。あ、でもこの二人がなんか、喜んでるから、まあ、話まとまったんでしょう。あ、俺の悪い癖でだ。ちゃんと読まないっていう。ねえ、
なんでついてくるの？なんでそんなついてくるの？豆吉、つぶ吉、そんなついてくんなって。こんな狭いとこでついてくるなって、道邪魔だよ。なんで？俺が物取ると思ってんの？でもね、この間ね、ブランドショップに初めて入ったんですけど、警備員がずっと俺のことつきまとってきて、でもしかしたら、この人はお金持ってなくて、物を取ろうとしてんじゃないかって思われたっぽくてさ、もうこんな感じでしたね、ずっと。こんな感じ。本当にこんな感じだった。嫌な思い出思い出したわ。まあ、物はいらないかな。で、ゴミ箱とさ、便所でしょ？しかも和式じゃん。俺和式でトイレ行けない人だから。洋式しか無理だから。もういらないよね、これ。地球儀と、あとこれ。あれじゃね？エニグマじゃない？これエニグマだよね。タイプライターか。タイプライターか。エニグマはまた違うか。政府とかが使うような暗号とか。それがエニグマって言うんですけど、これタイプライターか。お掃除業者って呼べないかな。これどうにかしないとダメだ。一旦整理したい。マジで一旦整理したい。やばいってこれは。俺だけだよ、こんな散らかって。なんかうんこ落ちてるし、ここ。